突然ですがダラッと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながら聞いていただくのが一番効率がいいかなというふうに思っております。昨日ですねライジン公式から、占いの動画が出ましたね。で占いって聞いた時点で勝敗予想してくれるのかなと思って楽しみにしてたんですが、実際はそうじゃなくて各選手たちの今後の動向ということで朝倉環奈選手占い格闘家オアスポーツ選手との出会いが10月にある、11月は金を持っている人が近づいてくる、で石渡選手11月また怪我に注意、12月身動きが取れなくなる、1月このままではいいのこのままでいいのかなと不安になる、で榊原社長まず自分から仕掛けまして死ぬ時期教えてくださいみたいなねちょっと人笑いありまして、で奥さんがいないので、いいね女の人が現れる時期かなっていうふうに聞いた時には私は一人がいいんですよと言ってましたが、もう多分ねそういう人の一人や二人ね、いそうな気もしますがと、個人的にはね勝手に思いました。で最近榊原社長って結構ねおとぼけキャラで抜けてるみたいなイメージ持ってる人もいるかもしれませんが、川尻達也さんが言ってましたが当時は本当めちゃくちゃ怖くて、昔ねもうちょっと若い時は山本アーセン選手に結構叱った時あったじゃないですか。もう連敗が続いて山本キッドの意向も届かない試合がね不甲斐なすぎるっつって結構ヒートアップして、榊原社長が記者会見受けてた時があったんですが、多分ねあれが昔はデフォルトだったのかなというふうに思います。そして佐々木うるか選手今年は何をやってもうまくいかないというふうに言われてたんですが、なぜ冒頭で私がね占い師が勝敗予想してくれることがすごい楽しみかと言いますと、これはね実際に鬼越トマホークの YouTube のチャンネルで、去年になりますがライジン26のね予想をしてたんですよ。で年末にやりましたよね、朝倉海選手と、堀口選手ので、今ではね皆さんもうね全試合の結果を知ってると思うんですが、当時はねかなり興奮してみましたよね。でまだ結果も分かってない時でもうどんどんね盛り上がっていってる時で、この予想されてめちゃくちゃ面白かったんですよ。で今それ見てみようと、どんぐらい当たってたのかなって全然覚えてなかったんで、今回ですねその占い師の方、はい、これね増方一馬さんっていう吉本のね芸人の方なんですが、今年の1月の段階って動画で言ってるんで、だから去年ですよねの時にですね、その時すでに野田クリスタルさんが一番運気がいいというので、これからグイグイ来ますよっていうのを当てたんですよ。まだ何も賞を取ってないところですよね。どころか、一つ前の M1 で上沼さんに結構酷評されてた時期でもありまして、それの引き継ぎで誰も野田クリスタルさんが行くって思わなかったのに、この後ね、R1、M1 ともに優勝というね、のを当てたと。そしてですね、生年月日、生まれた場所と時間、星の角度っていうのがあるらしいんですが、火星とかね、天王星とかなんか動画で言ってましたが、それだけで判断する、この人は格闘技の素人。はい。全く格闘技のこと知らない。後々に分かるんですが、朝倉未来選手も知りませんでした。ただ、この占いだけで当てに行くっていうのがありましたんで、今ね、結果、ね、ちょっと発表で、ね、全部取りましたんで、これからね、私が発表していって、一緒にね、見ていきましょう。そしてですね、その鬼越トマホークの坊主の方がいますよね、酒井さん。はい、酒井さんは格闘技に詳しくて、私たちと同じぐらいですよね。バックボーンがもう分かってるんで、ちょっと専門的なことね、今こういう状況だよって言っても、って言って、話が通る。で、金ちゃん、髪の毛ある方の人は、全然格闘技詳しくなくて、本当今回はただ聞いてるだけという状況の中で始まったというのが、はい、今回の動画ですので、これからね、説明していきたいと思います。まずですね、佐々木うるか VS、滝沢健太、これはですね増方一馬さんによりますと滝沢選手の勝ちということです。はい、佐々木選手はねその星の角度がなんか素晴らしい角度ではないらしくてですね、だから滝沢選手はめちゃくちゃ良かったらしいですよ、この時で。自分の魅力も出る試合にもなるだろうって言ってたんですが、実際はね、私たちは知るところはもうね、佐々木うるか選手が勝って、しかも私の中ではこれ、ベストバウトでも良かったんじゃないかなというふうに思いましたが、佐々木、うるか選手ね、素晴らしい角度ではないって言って、さっきもね、今年は何やってもうまくいかないとか言って言われてたんで、本当にちょっと占いのね、運気的には良くないのかもしれないなというふうに思いましたね。あっちはね、タロットカードで占ってました。はい。さっきのね、雷神の方の話です。はい。ちなみにですね、酒井さんは、佐々木うるか選手を当てていたということなので、格闘好きにこっちはね、とりあえず軍配が上がったというところですね。はい、そして次ですね、次はですね、スダリオ選手 VS ミノアマン選手ということで、これはですね、スダリオ選手の圧勝をね、予想してました。しかもですね、これを機に人気が出るとも発言してましたので、もうドンピシャ当てたんじゃないかなというふうに思います。ちなみに酒井さんはミノアマン選手の足換で勝敗が決まるとおっしゃってましたので、ここはね、外してしまいました。1勝1敗というところですかね。
はい、そして次はですね、萩原恭平選手 VS、はい、平本蓮選手ということで、これはですね、まあ、平本選手もかなりね、この日良かったらしいです。まあ、入場まではね、確かにめちゃくちゃ良かったですからね、あのパーカーをね、こうぶん投げる、T シャツだっけ、ぶん投げるところまでは、まあ、めちゃくちゃ良かったですもん。いや、もっと良かったか。入場して、あのギャーディアンズ・オブ・ギャラクシー の、 あの中指が立ってくるパフォーマンスするところまでは、まあ、めちゃくちゃ良かったですからね。ただしですね、萩原選手がそれよりさらにね良すぎるということで、勝敗予想は、萩原選手にねつけてました。はい、そして、まあ、酒井さんも同意見ということで、まあ、ここはね、あの星、あの占い師と格闘好き、星動かずといったところですね。はい、そしてですね、次ちょっとあの画像ないんであれなんですが、まあ、お互いねディープに出てたんで、ディープの社長ということで、画像はですね、元谷選手 VS 井上直樹選手、なんとですね、ここすごいですよ。ここもうこの現段階で、占いの方はですね、元谷選手の運気があんまり良くないから井上選手が勝つって、おっしゃっておりました。すごいですね。この時はね、やっぱほとんどの人は元谷選手の壁はまだまだ越えられないっていうね風に思ってたんですが、そうじゃなかったみたいです。しかもね、この日は元谷選手の隙があるとおっしゃってましたので、まさにねその通りですね。一瞬の隙を突かれてバック取られてからのみたいなね、展開でしたので、まあドンピシャ当てたかなというふうに思います。はい、まあ、酒井選手はね、酒井選手じゃない、酒井さんは確か元谷さんにつけてたかなというふうに思います。はい、そしてですね、朝倉環奈選手 VS 愛選手、はい、これはですね、朝倉環奈選手の勝ち予想ということで、まあ、当然ね、酒井選手も判定で、環奈選手の勝ちで判定でっていうふうに言ってましたね。占い師の方はね、1本取れるかなと言ってたんで、まあ、細かいところまで行くと、酒井さんの方が合ってたってことですね。はい、愛選手はね、この日は運が悪い方なんですって、うん、で闘争心はあるけど、もうちょっと何やっていいかわからないといった感じになると。で、朝倉環奈選手は、まあ、ノーマル環奈ちゃんということで、朝倉環奈選手の勝ちというふうにおっしゃっておりました。そして次はですね、所 VS 太田選手、所選手 VS 太田選手ということで、この日はね、なんと太田選手にねつけてましたね。運が良すぎるって言ってました。で、しかもこの日だけじゃなくて、この、ね、後の、ね、1年ずっと、だから今年ですよね、ずっといいっていう風にね、おっしゃっておりました。これが先ほど言ってた野田クリスタルさんと同じ天王星が輝いてるっていう、星の元らしくて、まあ、ベストバウトのうちの一つかなという風におっしゃってましたが、まあ、ベストバウトではなかったかな、正直ね。はい、今見るとね。はい、で、酒井さんは所選手の勝ちと、まあ、普通にね、格闘好きの人はね、所さんにみんなつけてたと思います。パワーが強いけど、やっぱ決めがないっていうところでね、所選手有利予想が多かったんじゃないかなという風に思います。そしてですね、中原太陽選手 VS 倉本選手、これはですね、まあ、中原選手につけてました。はい、まあ、格闘ね、全然あの知らない方なので、もう平気でね、あのすごい予想が結構できるっていうところはあるんですが、まあ、酒井選手はね、格闘好きなので、まあ、倉本選手の勝ちかなというふうにおっしゃっておりました。はい、で、倉本選手のなんか持ち味がね、出ないみたいなね、おっしゃっておりましたね。はい、ですが実際は、倉本選手の、まあ、いいところが出て、倉本選手の勝ちということですね。はい、はい、そしてですね、吉成名高選手 VS ペットマライ選手だったんですが、これはね、ペットマライ選手の勝ち予想ということをして、ことでしたね。酒井さんはね、もちろん、第二の那須川天心ですよとか言いながら、吉成さんをね、勝ち予想にしてましたということで、ちょっとね、占いかなり押されてきてるかなというところですね。はい。はい、そしてカイル・アゴン選手 VS クレベル小池選手ということなんですが、これはね、なんとね、アゴン選手にね、勝ち予想してました。とんでもなくいい日だというふうにね、おっしゃっておりました。で、酒井さんはクレベル予想ということなので、まあ、酒井さんの勝利と。次はですね、ゴミ選手 VS コウジ選手。これはね、ゴミ選手につけてました。はい。で、酒井さんも、まあ、ゴミ選手につけてたので、まあ、トントン、2人ともね、当てたということですね。はい。あ、そうそう、ちなみに、コウジ選手も悪くなくて、勝つのはゴミ選手だけど、コウジ選手にとってもいい日になるって言ってたんで、確かにいい日になりましたよね。あの金玉発言で返されて、見せ場も作ってもらったんで、まあ、コウジ選手っていうのは本当そういういい星のもとにもともと生まれてんのかなというのもね、ちょっと同時に感じました。はい、そして朝倉未来選手 VS ドミネーター選手ということなんですが、これはですね、なんとドミネーター選手にね、勝ち予想をつけてました。で、これが多分ね、今回の大会で一番のね、ベストバウトになるんじゃないかなっていうふうにおっしゃってて、まあ、ドミネーター選手の運が良すぎるっていうふうに言ってたんですが、まあ、結果はね、
はい、皆さんご存知の通り、まあ、三日月蹴りが効いてしまってからのということで、朝倉未来選手が勝ちました。酒井さんは、まあ、未来選手に1ラウンドで、まあ、勝ってほしいという、ね、希望をおっしゃってて、ここは、まあ、はっきりと予想はしてないんですが、希望としては、ね、まあ、コラボもしてましたし、朝倉未来選手に勝ってほしいと言ってましたね。あ、ちなみにそのコラボした時に、あの毒舌吐くじゃないですか、喧嘩して止める時に、あのスタッフのね吉田くんに言ったのが、お前バカなのもうみんなにバレてるからなっていう発言で、それ結構受けて未だにね覚えてますね。はい、そして浜崎選手と山本美優選手は美優選手の勝ち予想ということで、浜崎選手はあの日はねノーマルの星だったらしいんですが、山本美優選手はね星のパワーが結構ある日だったというふうにおっしゃってたんですが、まあ外してしまいましたというところですね。で、酒井さんは当然ね浜崎選手の予想をしてました。そしてですね、最後ですね、もうこれ試合が始まった時に私も震えましたもん、ついに見れるというふうにね、絶好調のね、絶好調絶頂か、興奮もね絶頂の時に試合始まりましたが、堀口恭司選手と、はい、朝倉海選手ですが、これはですね朝倉海選手の勝ち予想をしてました。しかしですね、まあ、堀口選手がノーマルの星の良さ、はい、ノーマル堀口選手に対して朝倉海選手は結構かなりねよくいいらしいんですが、ブチギレファイトで KO もある、でもちょっと過信してるところもあり、心に隙があるっていうのは朝倉海選手の方かな。堀口選手はまあいつも通りとおっしゃっておりましたので、まあだから今までのまとめると星の良さみたいのあるんですが、それ以上にね実力差があるとそこは埋められないと、ね、浜崎選手もねいつも通りって言ってましたよね。で、堀口選手もいつも通り、確かに堀口選手っていつもねいつも通り戦いますもんね。だからその壁はちょっとね星運気だけでは超えられないのかなというのがちょっとね感想ですね。なので占いより自分を信じた方がいいのかなというふうに思いましたね。これをなんか占いやったことない人に同じようにやってほしいですよね。占いってやっぱこう未来の予測が誰もわからない、1秒先のことがわからないっていうのがまあ前提とある中で、そこでまあ星とかねタロットで何が出たとかって理屈をつけられてしまうと、そうなのかなって言って信憑性が高まってしまうものなので、これ占いやったことない人に、その信憑性だけねくっつけるの得意な人に同じようにやってもらったらどうなのかなっていうのをちょっと見てみたいなというふうに思いました。そして最後にですね、このねアップした動画、まあ、これがね何回ぐらい再生いくのかなっていうので、全然ね格闘技あんま好きでもない、ただ聞いてただけの金ちゃんがですね、この動画8000回再生と、で占い師の方が15万回再生かなと言って、酒井さんが1万2000回再生かなって言ってたんですが、現段階でなんとですね9000回再生ということで、格闘技全然知らない金ちゃんが一番ね当ててしまったというね、はい、まあ、こういうねまあ、ことで最後ね、お後がよろしいようでということで、オチがついたんじゃないかなというふうに思っております。というわけで、こんな感じでね、やらせていただいておりますので、もしね、ちょっとでも面白いと思った方はですね、チャンネル登録をしてですね、通知をオンにして何かしながらでね、もちろん結構ですので、また聞いてね。